テイクアウトでも整理券すごいね。見てほらこれもうアプリじゃないとやっぱりごまかしきれへん。こうもうアプリじゃなくてもこれでごまかしてロングリ通り。戻ってきました。はい、あ、すごい、モンブランを手に入れた。なんかヘリみたいなのがあるんやわ。あ、ほんまやね。ここで誰？あ、いいね。天気良くて平和やな。うん。あ、危険。危険。早く食べよう。鴨川で食べるときは気をつけて。どうぞ。虫。やめて、そんなんしてそれ落としたらもう私ナコでまだ一口も食べてんのに。あ、なんかさ、見てほら。すごいで、ほら。あ、ほんまや。なんて言ったらいいの、わからへん。わからへん。いただきます。高級モンブラン店のモンブラン。うん、めっちゃ栗。の。リアクションな。下がね、ソフトだから多分これ抹茶とかやったら抹茶のアイスなんじゃない。ちょっと定かではないが、え、めちゃ、おーおーおーおお。なんでしょうかね、これ黄
消えた。消える？あ、メレンゲちゃうこれ。ほら、ちょっとなんかあれやね、あんまり綺麗なビジュアルちゃうねこれ。でも味は美味しい。うん。消えた。消えたやろ。うん。そう、すっごい栗。一人暮らし最後の夜です。この前買ったお香を焚きます。こんな感じで専用のマットとお香がセットになってます。普通にこのままマッチをするみたいに。ついた。怖いねんな。しばらく待ちます。はい、このマットの上に置いて10分間楽しめます、ね、めっちゃ良かった。おすすめです。それではおやすみなさい。オーナーさんと管理人さんにお礼のお菓子を買ってきました。よく料理したなとか思うと感慨深いですね。
な感じで真っ白のお部屋でした。もうほんまにめっちゃ一目惚れで、このね大きい窓がね大好きやったんよね。ここがねウォークインクローゼットです。そう結構ね広いのよ。片付けてもらうテレビがあります。でここのねこの玄関の収納が素晴らしかった。ここにねアクセサリーの材料とかを結構いっぱい入れてましたね。こっちがよく動画でお料理をしていたキッチンです。ここのねサニタリースペースもめっちゃ好きやったよね。このね洗面台がめっちゃ好きでした。あとお手洗いはこんな感じ。コンクリの壁に真っ白で清潔感があってめちゃくちゃ気に入ってました。やっほー、はい、大好きなお部屋とお別れです。めっちゃ寂しい、なんかもう涙出てくんねんけどいろいろ思い出したらめっちゃ涙出てくる出てきるそろそろ行かないとね。こっからね差し込む朝日がねめっちゃ大好きやってんな。ちょっと窓汚いわ。ありがとう、めっちゃ私を強くしてくれたお部屋でした。5年間ありがとうございました。お世話になりました。はい、こんな感じで約5年間の一人暮らしが無事終了いたしました。今日の夜からは2人暮らしになります。うまいことやっていけんねやろか不安もありつつ楽しみもありつつっていう感じですね。このお部屋は2016年にアトリエをやりたいなと思っていた時に見つけたお部屋で、ほんまに一目惚れで玄関開けた瞬間に決めた、もうめちゃくちゃ大好きなお部屋でした。喋り出すと涙が出ちゃうからちょっとあんまり短くしようと思うんやけど、お客様も友達もたくさん遊びに来てくれたお部屋で、もう思い出がありすぎて涙が出てくる関西で仲良くしてくれた友達のみんな、遊びに来てくださったお客様、本当にありがとうございました。明日から東京で頑張ります。また帰ってきた時はぜひ遊んでください。それでは。